こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ウクライナ国防省情報総局の特殊部隊がまた無人自爆艇を使ってクリミア半島東岸の沖合でロシア黒海艦隊のミサイル艦セルゲイ・コトフを撃破したことを先ほどお伝えしましたが、無人自爆艇のカメラで撮影された映像がこのほど発表されました。ウォートランスレーテッドのドミトリによれば、ミサイル艦は黒海に沈没したとしています。今回はこのことについてお話します。ロシア黒海艦隊のミサイル艦セルゲイ・コトフが撃破されたのは、ウクライナのクリミア半島東岸のフェオドーシアの沖合です。撃破されたのはプロジェクト22160ミサイル艦セルゲイ・コトフだといいます。排水量1800トン、長さ94メートルの船です。巡航ミサイル4発を搭載し、76.2 ミリ機関砲を積んでいます。ミサイル艦セルゲイ・コトフはザリブ造船所で2021年に進水式を済ませ、おととし2022年7月に就役したばかりの新鋭艦です。米ドルベースで1隻7000万ドル、日本円にしておよそ100億円の建造費だということです。ウクライナ軍の発表によれば、セルゲイ・コトフは攻撃された時、艦載多目的ヘリコプターカモフ27を積んでいたということです。カモフ27のコストは日本円でおよそ23億円だそうです。この映像は2024年3月5日に SNS にアップされました。ロシア黒海艦隊のミサイル艦セルゲイ・コトフを攻撃したウクライナの無人自爆艇のカメラで撮影されて伝送されてきた映像です。ミサイル艦は右舷も左舷も船尾にも損傷を負って沈没したのだといいます。本チャンネルの先ほどの速報版をご覧になっていない方のために、先ほどの映像を以下にお見せします。この映像はロシア黒海艦隊のミサイル艦セルゲイ・コトフをウクライナの無人自爆艇が攻撃した時に、付近に停泊していたおそらく商船の船員が撮影した映像だと見られます。機関砲または機関銃、もしくは射撃音が2種類聞こえるので、機関砲と機関銃の両方で撃っているようですが、無駄だったようです。大爆発が起こりました。この映像にはよく見ると海面の明かりの反映の中に無人艇と思わしき黒い影が通り過ぎるのが映っています。本チャンネルでその部分を拡大しましたのでご覧ください。もう一度スローモーションでご覧ください。海面の明かりの中を通り過ぎるこの影は、おそらくはウクライナ軍の無人自爆艇の影だと思われます。少なくとも2艇通り過ぎるのが見えます。本チャンネルでは先月2月1日に
ウクライナ国防省情報総局の特殊部隊グループ13がロシア黒海艦隊のミサイル艦ユアノベツを無人艇を使ってクリミア半島西岸で撃沈したことをお伝えしました。また2月14日にも大型揚陸艦チェザーリ・クニコフを撃沈したこともお伝えしました。ロシア黒海艦隊の軍艦はこのところほぼ 2,3 週間に1隻というハイペースで撃破されていることになります。ロシア黒海艦隊の軍艦は海軍を失ったはずのウクライナ軍によって次々に沈められています。海軍のゲームのルールは今や完全に変わってしまっています。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。